マイナンバーカードのトラブルが相次いでおりまして、うん、岸さん根本的なちょっと課題を教えていただけるでしょうか。だから根本的な課題はそもそもこれシステム使ってやってるわけで、情報システム、システムで最初から100点満点はないんですよ。で必ずトラブルが起きるよねと。で今回トラブル起きたのは2つあって、1つはヒューマンエラー、つまり入力の段階の問題で、もう1つがシステム自体の問題。どっちも共通してトラブルが起きるのは間違いなかったのに、トラブルが起きた段階でどう対応するかっていうのを多分しっかりマニュアル化してなかった。だから1件目のトラブル起きた段階ですぐ対応できなくて、こんな1000件のトラブルがいっぱい出るというふうになっちゃった。個人的には絶対マイナンバーカードは必要で、本来銀行口座に紐付けて何かあった場合給付金とかすぐ出せるようにするのは大事なんだけど、政府の不手際でだいぶ遅れちゃうだろうなというふうには思ってるんですよね。そもそもこれは1960年代からずっと構想あって、1980年代ぐらいには国民創生番号制とかって言って大批判されて、それで頓挫した。消えた年金問題とかマイナンバーがなかったんで起こった問題なんで、要は国民全員にユニークな絶対被らない ID を付与するっていうのが基本なわけですよ。データベースってキーとバリューのペアなんですけど、そのキーになるのはユニーク、つまり唯一無二のものでなければいけないんですが、ユニーク ID を作るのに、まあ、分かんないけど戸籍のなんか名前とか住所とかいろんなものをごちゃごちゃってなったキーで管理してるんで、同姓同名問題とか遺体児問題とか、もういろんなものが起きてきてトラブりまくって、しかも今みたいな高性能なコンピューターではなく、昔のあの本当にオフコンみたいなやつでそれを運用してたんで、よりそういう問題が起きてたんですよね。なのでユニーク ID にすべきだったんですよね、むしろ早くから。だからでも逆に言えば今なら十分すぐできるはずなのが、で、まあ、今やってるんですよ。だからそれをやっていて、マイナンバーのシステムがあって、それに全部運転免許証だの銀行口座だの保険証だの、国民がみんな使うものをそれに全部紐付けていきましょうねっていう作業を今やっていて、最終的にはもう Android ではできてますけど、カードの物理カードすらも全部スマホの中に入れてしまいましょうねと。どうせクラウドなんで、クラウドとそのスマホを紐付けるっていうことを今やっていて、ほとんどのスマホにマイナンバーカードが物理カードを廃止できるぐらいところまで持ってきてるし、今のスマホってもう全部生体認証入ってるんで、そういったパスワードとかも基本的にはマイナンバーカードってパスワード入れさせられるんですよ、4桁の。そんな何のセキュリティの意味もないよみたいな。でもだからこれすごく大事なのに、結局左系のメディアは必ず反対するんですよ。国民背番号で監視されるとか、個人情報が大変でプライバシーがとか言って、結局今まで歴史的に堀江さんおっしゃったように、昔からこういう番号の構想あるのに、結局左系メディアは一生懸命そういう反対をして、でうまくいかなかった。で今回もだいぶうまくいくかと思ったら、これだけトラブル起きちゃうと当然左系メディアは批判しやすいから、まあまあ無視すりゃいいんですけど、システムってバグ基本ありますよ。それはだって消えた年金問題に比べたら全然いいでしょ。別にその実害が起きてるわけじゃないんだからさ、それによってなんかお金が盗まれたとかそういう話でも何でもないわけだから。だけどマイナポイントはね、意外と効いてるんですよ。要はあのマイナンバーカードまず登録し、作ります、銀行口座紐付けします、健康保険証紐付けします、またポイントもらえます、全部で2万5000ポイントぐらいもらえるんですよ。やばいですよね。 2万は一体、2万はもうもらいました。私ももらいましたよ。もらってないんですか。妻がやってるから知らない。ペイペイポイントとか、私もペイペイ、僕2万円って別に大したことないですけど、普通の人取ったら2万円ってめちゃくちゃでかいじゃないですか。スーパーで何回もお買い物できるんですよ。なるほど、それ大事じゃん。でね、やっぱね、そんなお金なんかでみんな釣られねえよなんて批判してたんですけど、左系のメディアが、もうね8割9割ぐらい登録してるはずですよ。なるほど、やっぱ聞いたんだ。ただそれでそれだけこう普及したっていうのは、やっぱ給付金やるときとかにめちゃくちゃいいわけですよ。そうだ、これ給付金とか1回配ればみんな実感するはずなんですよね、間違いなく。だから、まあ、マイナカードを使ってなかった人はもう給付金あげないよって言っちゃえばいいのにね。そう思う。めちゃくちゃ大批判されるでしょうけどもうボコボコになるけどね。給付金倍にしますとかね。カードを早くなくしちゃって番号だけでいいと思うんですけどね、本当に。さっき堀さんおっしゃったように、だからスマホに紐付けられるんで、物理的なカードをやめてもう ID でやる、管理するっていうね。カードにするとみんななくしたとかまた騒いで、なんかいろいろ批判されちゃうから、絶対物理的なもんない方がいいですよ。そうですよ。これだからネットのサービスのログインとかもめちゃくちゃ楽になるんですよ、実は。でこれ保険証に関しては特に、例えば野党で立憲が保険証は残さないと、日本の社会で一番重要なのは紙ですからねというような発言して、これ本当テレビのワイドショーなどでも結構流れて、保険証の話は結構この後紐づくことに関して抵抗をかなりメディアが出してるような気がするんですけど、いかがですかね。俺全く理屈が分かんないよ。私も本当に分かんない。つまり保険証確かに大事ですよと、でも最後は保険証紙である
部分が大事じゃなくて、いや俺逆に保険証毎回持ち歩くなくていいから楽なんだ。そう、楽で今保険証紙っていうかカードになってるじゃないですか。であれを持ち歩くの結構かさばっちゃうし、そうで結局最後は大事なのは保険証の番号なんですよ。でそれを確認してちゃんと組合保険組合入ってますねって分かるのが大事だから、だから紙っていう媒体自体僕は意味は全くないと思ってるから、野党も主張って結局、高齢世代にですよ、ね、やっぱそうだよなと思わせることしか言ってないから本質的には全く意味ないですよね、うん、でもそれだから国民を、まあ、うまく乗せてるだけですよね。まあだからこれはちょっと突っぱねてほしいですね、私はね、絶対ブレちゃダメですよ、はい